新婦、エナさん、お父様、お母様に感謝のお手紙を書いてこられました。ただいま、後方には、ご両家のお父様、お母様にお座りいただいております。それでは、ここからは感謝の思いを伝えます。お願いいたします。ただいま、行ってきます。え、何ママ。分かっとおっちゃ、帰ってからするけ。こんにちは、俺、レン。すっごい足早いんばい。運動会は必ず一番なんよ。ね、パパ。毎年、リレー選手にも選ばれるんばい。ただ、ソフトボールはなかなか上手くなんなくてさ。パパとハーちゃんがやってるの見て、俺も始めたんだけど、パパからいっつも、下手くそって言われんだ。はーちゃん、野球しに行こう。そう、はーちゃんとみんなと空き地で野球するんだけどさ、はーちゃんと喧嘩になるともっともっと追いかけまされんの。ひでえよ。家で喧嘩してるとパパに喧嘩すんなって二人とも頭パンってされんだ。あれ、パパ、ママ、はーちゃんはどうしたの？ワン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 ラブレボリューション、イエ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 イ！タイガー、モーニング娘ごっこするけ、こっち来て。あのね、ヘナ、弟ができたんよ。兄弟欲しくて、ママに赤ちゃんごてって。お願いしたからかな。すっごい嬉しいんだけど、みんながタイガ可愛いねってタイガばっかりだからつまんない。え、パパチケット取れた？うわ、やった、ありがとう、パパ大好き。あのね、パパがね、モームスのチケット取ってくれてね、コンサートに連れてってくれたんよ。夏のすっごい暑い日で、しかも外だったんだけど、パパが3時間もずーっと肩車してくれたからちゃんと見れたんだ。めっちゃくちゃかっこよかった。うん、もちろんモームスもだけどパパがだよ。母ちゃんが急に入院してさ、母さんは付きっきりで週1回も会えないくらいだし、母ちゃんだけ毎日病院でゲームばっかしててずりーなーって思ってたのに。中1の冬、はーちゃんがいなくなった。俺、はーちゃんがガンなんて知らなかったからさ、はーちゃんばっかり好きなもん食べて、好きな時にゲームして、テレビ見て寝てんの。羨ましいなーとか思っててさ、その日も、はーちゃんに、ナースコール押してくれって言われたの。わからんけって答えたら、喧嘩になって、もういい、出てけって言われてさ、ふざけんなよとか思ってたのに、夜中に病院呼び出された時にはもう見守ることしかできなくて、母さんも取り乱して泣いてるし、いつもあんなに気丈な父さんが泣いてんの初めて見て、俺頭なんか真っ白でさ、もう一回母ちゃんに会いたいよ。あの日のことを謝りたい。もう一回一緒に野球したいよ。母ちゃん、中学生になってバレー部に入ったらさ、いきなり一年生大会で選ばれて、パパもママもすっごい喜んでくれたんだけど、それから転
輩にあることないこと言われて、同級生のいじめが始まった。トイレで見て画鋲カッターゴキブリのおもちゃ投げつけられた時は先生に言ったけど、一時は仕方ないよって、パパとママには言えなくて、学校行っても教室入れなくて、家に帰ったら毎日部屋で泣いてた。部活中お腹痛くなって立てなくて、パパにおんぶされて病院に行ったら緊急入院で部活やめた。気がついたら部屋の出窓に足をかけてたこともあった。死んでやるって思った。でもママは気づいてくれて、親っていうのは我が子が傷ついとる姿見るのが一番辛いよって、一緒に泣いてくれて、ギュッて抱きしめてくれた。パパとママが学校で怒ってくれて、行きたくないなら行かんでいいって言ってくれた。入院中パパが一週間毎日一緒に寝てくれたよね。本当に心強かった。こんなことがあってた時にね、ママと買い物した時も、あ、おるってエナのこといじめた子たちがおって、そしたらママがマットキって言ってくれて、その子たちに向かっていって体当たりして、あんたたちエナになんかしたら許さんけんねって。そしたらね、いじめが終わったんだ。ママはエナのスーパーヒーローなんよ。本当に本当にかっこよかった。エナのこと守ってくれてありがとう、パパ、ママ。高3の就職時期になっても遊んでばっかいる俺を見かねて、知り合いがおるけ受けてみるかって父さんが勧めてくれた地区鉄に入社することができて、仕事で疲れて帰ってきたら何もしない俺に母さんは文句一つ言わずにいつもご飯出してくれてさ、照れくさくて言ったことないけど本当に感謝してるんよ。ありがとう。父さんとは仕事のつながりもできたし、今でも一緒にヒアルキーズでソフトボールできるんがめちゃくちゃ嬉しいんよ。これからも一緒に母ちゃんの分まで3人で元気に長生きしよう。ずっと仲良く楽しい家族でいようね。カー君の結婚式の時、新婦さんって綺麗だなって衝撃受けて、就職しって言われてたのに絶対美容学校行くって言い張ってた。そんなに行きたいなら分かったって言ってくれたよね。国家試験前は焦りと不安でイライラしてて、何言われてもうるさい分かっとっちゃって八つ当たりしちゃって、国家試験前日福岡に全泊してるエナのもとにママから頑張って大丈夫よってメールが届いた。パパとママとタイガのリブの写真と一緒に本当に本当に嬉しくて布団の中で泣いちゃった。おかげで無事国家試験合格して美容師になれたよ。働き出していっぱいいっぱいになって迎えに来てくれた車の中でいきなり泣き出しちゃった時、何も言わずに優しく抱きしめてくれた。エナのことをずっとずっとずっと守り続けてくれた。今日はね、二人にまだまだ伝えたいことがたくさんあって手紙を書いてきたんよ。聞いてくれる？
な。ありがとう。はい、エナ。ありがとう。はい、エナ。パパ、ママへ。日頃伝えられない感謝の気持ちを手紙にしてきたので聞いてください。パパとママに大切に育てられて今日で25年が経ちました。今日は待ちに待った結婚式だけど、嬉しくもあり、寂しくもあります。学生時代は門限のことや些細なことでよく喧嘩をしてしまったね。パパとママの愛情を重く感じたこともあったけど、たくさんの愛情を持って育ててくれた私は幸せ者でした。支えてくれました。中学時代にあったいじめの時には行きたくなかったら無理して行かんでいい、勉強ができんでも心の優しい子に育ってくれればそれでいいと言ってずっとそばにいてくれました。一緒に悩んで泣いてくれて気づけばママの大人に連携脱毛症が出てしまって、ママにも本当にたくさん迷惑をかけたね。そしてレン、出会って約10年、それと結婚が決まってから今日までの1年、本当にたくさん笑ったり泣いたり喧嘩をして、たくさんわがままを言って困らせたこともあったけど、いつも何も言わず私を支えてくれてありがとう。日頃は照れくさくて気持ちを伝えれない私だけど、本当はとても感謝しています。だけど、麺は褒めるとすぐに調子に乗るので、このくらいにしておきます。これからは夫婦として、どうぞよろしくお願いします。